ええ、君は友人からインターネットを利用中に消すと死んでしまうというポップアップ広告の話を聞く。ええ、君は家でネットサーフィンをするが、例の広告がなかなか出現せず、そのことも忘れかけていた時に噂のポップアップが出現。赤い背景に、あなたは好きですかとの文とともに合成音声による機械的な声が流れる。噂を教えてくれた友人に電話してみるが、相手は出ない。怖がらずにポップアップを消すが再び出現。それにくだらなさも感じたが、それを繰り返しているうちに何もしてもいないのにクリックされ、広告に書かれた文の中央が割れ、別の文字が出現し、あなたは赤い部屋が好きですか？との文になった。直後に自動的にページ移動し、そこには多数の人物名が書かれていた。ページの末尾に噂を教えてくれた友人の名があり、身の危険を察知してその場から離れようとするも、体が動かず、背後に気配を感じ、何者かに襲われる。翌日、学校で同校の2人の生徒が自殺したニュースの話が出る。部屋中、血まみれで、どちらの生徒も首が切られた状態だった。多数の人物名はサイトを見た犠牲者で、そのページに新たに A 君の氏名が加わった。